回はですね、この埋め込みのスイッチボックスにこのダブルのねコンセントをつけて、それから露出のコンセントをですね、ケーブル工事すると、こういうことです。やってみます。はい、まずはですね、上から、2ミリ入れましてね、で一録を下に逃げると、こういうことですんで、こうですね、ここを、取ります。からこっちですね、を取りまして、はい、それでですね、この辺りでね止めようと思います。それでまあ、上からですね、2ミリを入れます。ここね。はい。それから、下にですね、16ですね。こう入れます。ね、だいたいまあ、中身はここですね、20センチぐらい、あればね、大丈夫です。で、2ミリの方はこれね、ステップルで止めません。ステップルで止めずにですね、ケーブルをこう流すんですね。これ流し配線と言いましてね、これ OK なんですね。で、まあ、これは露出配線になりますんでね、滑痕は露出配線になりますんで、一応ですね、ステップルで止めます。これはね。はい、こういきます。はい、ね、まずはこの辺りでね一つ止めます。もうちょい行きましょうか。こうですね。はい、そうですね、これビスが長すぎたものでちょっと浮かします。これね、はい、浮かしまして、いいですね、はい、ドリルのね、いいドリル使われればね、この後全部いいんですけどね、これもほんまドリル先がね、もう柔らかいもんですからね。はい、ここでいいかと思いますね。はい、それから、この辺りでしょうね。それからまずはね、ここ接続するが先にですね、端末ですね、端末を接続します。これね、はい、行きましょうかね。
はい、これもですね、先にね、固定します。それからですね、靴ですね。はい、はい、こうなりますね。こうですね、行きましてね、まあこれちょっともう短いもんですからね、こう押し込みましてね、はい、それ、これでね、こういうふうに握られてもいいと思うんですね。はい、これでもう3分の2回ってますんでね、これでいいかと。はい、はい、これはこっちですね、はい、こうですね。重なっちゃいけませんのでね。この辺でこう、閉じるわけですかね。はい、こうですね。はい、それで、蓋をしておきますかね。必ずね、設置側が左側ですね、心臓側になるようにしてください。はい、それからですね、これ、まあこ、我々こうやるんですけどね、ちょっと怖かったらこれでも結構です、こっちからね。ですね。それからこれもですね、これはちょっと硬いんでね、抜きますわって、これ抜きます、もうね、はい、しょうか。ですね。
はい、まあ、これも一応ね、揃えておきます、ね、はい、それで、ですね、ね、はい、それから、このゲージがありますんでね、ここにゲージあります、はい、こう合わしましてね、はい、これぐらいですね、はい、ですね、はい、こうなります。あ、これ逆ですなこっちはね、いわゆるあの天井裏なんか、あるいは壁の中のね、流し配線ですね、いわゆるステップルで止めなくてもいいよと、こういうことです。はい、はい、それで、こちら側がですね、ダブルですね、はい、でこちらがこうね、から、あ、こちら側がですね、こうなります、こうね、はい、それでですね、これをまあこういうふうにね、収めるわけですね、収めますね、はい、こうね、これがまああの壁面にしますんでね、ちょっとね、手抜きしたもんですから、はい、これでいきますわ。こっちの方が確実です。ね、はい、ですね、あ、このうまくできましたな、はい、それで、これをですね、半分ぐらいのところでね、切ります、これね、はい、切ります、これね、止めます、こうね、はい、それから、あ、ちょっとこれもですね、ちょっと伸ばします、ちょっとね、ほんま何十年ぶりかにですね、こういう、でこう入れましてね、はい、でこれでですね、ぐっとこう押さえます、これね、はい、こういうふうに、でこれで、あの、つらい位になるまでね、このこれ大壁とします、これね、大壁としますね、はい、こうですね、はい、まだこれどうですかね、やっぱダメです、純正品でないからダメですな、はい。